おはようございます。はい、今日はいいお天気です。今日ね、みさちゃんのね、この絵本読もうと思うんですけどね、今日ストーリーズの方にもちょっとあげたんですけど、長崎の方でこのね、ありがたいなの絵本についてね、制作の方をずっと取材をね、そのモデルになった作家さんの方ですね、龍町のアクセサリー作家さんの取材の、絵本制作の裏側というかね、そこをずっと密着取材というか、ずっと追いかけてくださっていて、でようやく出版でイベントでね、手渡しで販売もしてっていうところで、で私もねちょっとズームで簡単な取材というかね、そんなのもさせていただいたりして、そういう裏側の様子、今日を、長崎の NIB さんの、ニュースエブリーの中でですね、6時15分夕方の18時、6時15分から9時の9時じゃない19時だから7時、ね、の間のどこかでね放送してくださるということでね、あ、ゆきちゃんおはよう早速言ってましたよということでね、私はちょっとリアルタイムでは見れないんですけど、もし長崎の方がいらっしゃったらぜひ見てくださいっていうところですね。さあ、おそらく YouTube にも残るでしょうと、残んなかったらごめんなさいゆきちゃんからこそれね、動画もらっとくので、はい、シェアしますというところで、今日読むのはこっち、これをね読もうかなと思ってましたはい、皆さんおはようございます。はい、今日の絵本は3年と2ヶ月の命ね、みさちゃんという18トリソミーの女の子の、ママがね、お母さんがインスタでねずっとつぶやいてきたというか投稿してきた言葉を絵本にまとめたものになりますね。ちょっとね、いろいろこれはね話しすぎると重くなっちゃう、ちょっと読んでいきます。はい、皆さんありがとうございます。朝からコメントたくさん、ね、泣かないようにちょっと大丈夫か。はい、3年と2ヶ月の命、ミサが教えてくれたこと。ミサ、家族になってくれてありがとう。病院からの帰りしな、みんなでお散歩行けてほんま嬉しかった。頑張ったね、ありがとう。2023年2月27日ミサはお腹の中にいる時に18トリソミーと診断された。8000人に1人だって。1年生きられないかもしれないって。なんで自分たちの子がってその時は思ってた。1774グラム、帝王切開で生まれてきたミサはお腹から出て少し経ってから小さな小さな声で泣いた。よかった、泣いた、生きてる。涙が流れた。ミサは生まれつき心臓に穴があって耳もよく聞こえていないようだった。1ヶ月 NICU に入り、その後 GCU へ。ミルクをうまく消化できなくて退院が伸びた。退院間際に心臓の手術をすることになって、また NICU に逆戻り。その後、点滴やチューブが少しずつ外れていき、ようやく退院できたのは出産から約半年経つ頃だった。ミサを妊娠する前、実は一度流産を経験していた。検査薬で陽性が出て病院に行こうとした矢先、小さな命はあっという間に流れて消えた。私はミサがおやつを忘れて一旦お空に帰ったんかなと思ってる私のお腹を目指して慌ててお空から降りてくる時に途中で怪我をしてしまったんかなって。ちゃんと滑ってこれる子もいたら、そうじゃない子もいる。でもみんなお母さんに抱っこしてほしいって思って降りてくるんやね。
1歳半くらいの頃、頼んでいた補聴器が届いた。ミサちゃんって先生が名前を呼ぶとニコニコ。今までの反応ではこんなに笑顔が見られたことがなかった。いやもうびっくり。手遊びしてもらってまたニコニコ。もう楽しくて仕方がない。聞こえることに興味を持たない子もいるそうで、ミサは聞こえることを楽しんでいるとのこと。また一つ嬉しい変化。いつも穏やかでニコニコ笑ってくれるミサ。お兄ちゃんはミサを大事に大事に可愛がってくれて、たくさん話しかけてくれる。ミサ、もう少し大きくなったら喋れるようになるし、歩いたりできるな。そうやなって答えるけど、ミサはどれだけできるようになるかわからない。でもいいよ、いてくれてニコニコと笑ってくれたらお母ちゃんは幸せや。ミサを見たら、大人はどう声をかければいいかわからないって思うと思う。でもただ普通に可愛いって言ってくれたら、それだけで嬉しい。兄のクラスの友達、家に遊びに来てくれて、お邪魔します、可愛いって、その何気ない言葉がほんま嬉しい。声をかけるのは難しいと思うけど、他の子と同じように可愛いねって言ってほしい。ミサが家に帰ってきて、家族でいろんなとこにお出かけした。公園、映画館、コンサート、ディズニーにも行った。家族で過ごす楽しい思い出。でも体の弱いミサは風邪をひくとすぐに呼吸ができなくなり、何度も入院した。ミサのお兄ちゃんとお姉ちゃんには寂しい思いをさせたけど、二人ともミサをすごく可愛がってくれた。ミサのお姉さんは、姉さんは優しくてよく気がついて芯のあるちょっとお茶目な人。最近4歳の姉さんが死ぬのが怖いと口にするようになった。返事に困る、とても困る。なあ、生まれる前は何やったって聞けば、魚やったで、小さい魚って帰ってきた。生きる意味を考える、生まれてくる意味を考える。ミサは自分の命のこと、すべてを知って生まれてきたんかな。ミサが生まれる前、主治医から生まれてきても90歳の体力くらいやと思ってくださいって言われた。風邪をひけばすぐに入院になるし、治るまですごく時間がかかる。家で家族みんなで一緒にいられるのは当たり前じゃない。今の一瞬一瞬がとても大切。ミサといられる時間が宝物。わかってる。そばにいられる時間が有限だってこと。3歳になる秋、家族で七五三の写真を撮り、冬には3歳記念の写真も撮った。ミサはいろんな症状ができるようになって、一生懸命気持ちを伝えようとしてくれる。言葉は発せれないけど、いろんなメッセージを伝えてくれて、周りの人を癒してくれる。節分で可愛いお兄さんになって、バレンタインにはハートのうちわを持って写真を撮った。風邪はひくけど、インフルエンザも乗り越えた。このままこんな生活が続くと思ってた。突然にやってきたミサとのお別れ。風邪をひいたら呼吸がしにくくなるのはいつものこと。いつもと一緒、そう思ってた。突然すぎて、今はとっても可愛い顔で寝ているミサが隣にいて、今にも笑い出しそうで不思議な感じ。ミサ、本当に立派です。たくさんたくさん愛情をもらって、ミサちゃん癒しやねんっていらんな人から言うてもろて、最高やんか。可愛くて可愛くて可愛くて、
賢くて優しくて愛嬌たっぷりで家族思いで強くて立派、自慢で誇りの最高な我が家の次女。多分ミサはずっと前からこの日だと決めてたんかなって。お母ちゃんはあまりにも突然すぎてぽっかり穴が開いてしまった感じやけど、生まれてくる前から覚悟はしていたつもりだったけど、でもミサがずっと頑張って生きてきたことは家族が一番知ってる。だからたくさん頑張ったねって、ありがとうっていっぱい褒めてあげた。綺麗にしていただいたミサを連れて家族で歩いた病院からの帰り道、いつもと変わらない公園を家族みんなで散歩した。なあミサ、もうミサはお空の上でご機嫌で過ごしてるんやろ。お母ちゃんもお父ちゃんも兄さんも姉さんもミサに会いたくて寂しくて寂しくてどうもならんよ。でも短い短い命やったけど、不幸じゃなくて幸せやった。寂しいけど今も幸せや。ミサ、生まれてきてくれてありがとう。命を懸命に生きる大切さを教えてくれてありがとう。お母様からのメッセージも読ませていただきます。ミサが教えてくれたこと。ミサは18トリソミーという染色体の病気を持って生まれてきました。生まれる前から長く生きられないかもしれないと分かっていました。でもそれは決して不幸ではなく、ミサがいた時間は家族みんなが幸せでした。ミサがいなくなった今でも、ミサはどれだけ一生懸命に人生を生きるか、大切に生きるかを教えてくれました。体調が悪くなった時しか泣かずに、時々ニコニコとしていて、たくさんの人を癒してくれていたミサ。言葉は発せなくても全身で家族や周りの人に愛を伝えてくれていました。どんなに重い障害や病気があってもちゃんと意思を持っていて伝えようとしているということをミサから教えられました。子供たちは自分の父、母、兄弟、持病などを自分で決めて生まれてくるのだそう。ミサは自分の病気や障害、寿命を知った上で私たちのところに来てくれたと思っています。だからミサが来てくれた意味を考えて、これからもミサを大切に思いながら、家族は家族の時間を過ごしていこうと思っています。ミサの母より。はい、というところでね、表紙にはね、酸素の管をつけたミサちゃんね、こういう医療器具がないと生きていかれない、そんな状態のお子さんだったんですけれどもね、裏面は管のないミサちゃんをちょっとね、薄くですけれども書かせていただいてます。ちょっといろんなね、感情を抑えるのに必死になってしまう絵本ですが、うん、なんかこの絵本はね、ちょっといろんな、これもご縁があって作らせていただいたものなんですけど、あの私がやったね、絵本クラファンの、リターンのうちでね、ちょっと高額なリターンのところに絵本を作りますっていうようなものがあって、で実際クラファン期間にはそれは出なかったんですけれども、クラファン終了後に、このミサちゃんとは直接つながりがあったわけではなくて、インスタを通じて知ったあるね、ある方から、ぜひミサちゃんの絵本を描いてほしいと。でその前にやってたクラファンでこんなリターンがあったけど終わったけど、それでやってくれないかと、うん、あの結構な額なんだけど、それを自分が出すと言ってくれた方がいて、で、まあ、そこはね、もうあの一つご縁なので、お金はいただきませんと。その代わり私もお金を取らないし、なんかこう、うん、寄付作品とか、その
絵本屋抱っこの方の寄付枠っていうのがあって、売り上げをもとに障害児支援をしていくというね、あの私が運営する NPO の方の資金に全てするという枠があるので、そこで、管理させていただくような、ね、形であれば、あのお母さんの許可を取ってから、もしねそこで、うん、あの作ってほしいというような意向があれば作りますと、そんなようなお話 で実際にお母さんにもコンタクトを取らせていただいて、ぜひにというお話になったので作らせていただいた絵本になります。で、うん、なんか作ってみて、こういうのもあれですけど、うちで作れてよかったなと思っている絵本ではありますね。なんかこう、なんだろう、利益目的で出しちゃいけない絵本だと思うし、本当に思いが詰まっているし、ね、美沙ちゃんの生きた時間が詰まっているし、いっぱいになってきた、うん、それをね、私としてはこういう一つの絵本の中にね、美沙ちゃんのね生きた時間を残せたってことが嬉しかったなと思うね一冊になります。ダメだ、この話しすぎるとダメな絵本です、はい、いつ読んでもちょっと泣いちゃうのでね、どうしようと思ってましたけど、少々お待ちください、はい、皆さん泣いていただいてありがとうございます。タオルじゃないとダメだね、ほんとね。奥山さん、ご挨拶ありがとうございますインコパパさん、もちろんみんなだけど18個13個たち生まれてきてくれるだけでも奇跡な子たちだもんね。本当にね、あの疾患の中にはね、長く生きられない病気の特性として、うん、ちょっと長く生きることは難しいっていうお子さんたちいっぱいいらっしゃるんですよね、うん、旅立っていった友達とも重なってやばいと、うん、うん、わかるわかる、この子たちは一生懸命伝えようとしてくれてるんだよね、うん、美沙ちゃんお空でね、見てるね、見てるよね、うん、美沙ちゃんは生き続けてるね、そう絵本でね、通じて絵本の中から今度はメッセージを伝えてくれるんじゃないかなと思ってます。これは絵本や抱っこだからできた絵本だねとそうね、ありがとうございますはい、うん、なんかね親だともうちょっとたまらないですよね、はい、あの語りすぎるとダメなので私はこの辺で、はい、ね、本当にね、いろんなお子さんがいるんですよ。あの障害と一言で伝えきれない、うん、でそんないろんなケース、すべてのねお子さんたちを、絵本で伝えていくっていうことはできないかもしれないですけれども、何かしらねご縁のあった方ね、ゆきちゃんのね絵本もそうだし、うん、ご縁のあった方で本当にあの私が伝えられる範囲になりますけれども、これからもねこんな風に絵本にして、うん、何かしらこうメッセージを伝えていければと思ってます。はい、うん、そうで、なんでこれを読んだかというとね、ゆきちゃんが週末に、イベントで絵本をねこう、手渡して売られたりとかね、していたんですけれども、その長崎の方 でたまたまこのね美沙ちゃんの絵本、お子さんが18トリソミーでお空に帰られて、でプレゼントしてもらったっていう、ね、方がいらっしゃったということでね、うん、いろいろなんか気持ちとしては嬉しいような複雑なようなね思いですけれども、少しでもね、うん、いろんな方の勇気になったらいいなと思いますしね、そのそれぞれのお子さんが生きた意味、来てくれた意味っていうのを考えるきっかけになったら、また前を向くきっかけになったらなとは、うん、思いますインコパパさん、あのもうすでに編集のことを考えてくださっている、反転と少しカットだけにしようと編集しすぎると折りがもたで泣いちゃうそうね、なんかねもうインコパパさんね、うちの絵本やだこのサポーターに、ね、なってくださったんですけれども、で、コラムの方もね記事を書いてくれたり、私がそうストップしてしまってますけど、で今はあのこの読み聞かせ動画をねすごい文字入りで、しかも文字もなんか動く文字だったりとかね、上手に編集してくださっていて、でそれをいろんなところでね、他の SNS でも結構出してくれてね、広げてくれてるっていう
方でよかったらインコパパさんの編集した動画も見に行ってみてください。はい、ありがとうございます。そのところで、あ、9時だ。はい、それじゃあね、はい、はい、冒頭にも言いましたけども、今日長崎の方で、ニュースエブリィの中でね、6時15分から7時の間に、ゆきちゃんのこのね、ありがたいなの絵本制作の制作取材の様子っていうのが放送されます。もしかしたら私もちょっとだけワンカットがね、出させていただくところがあるかもしれないです、ね、もし YouTube に残りそうだったらまたシェアしたいと思います。もし長崎の方いらっしゃいましたら、ぜひぜひ見てみてください。あ、大型の血が騒いでますね。私も大型です。こだわるよね、こだわっちゃうよね。それ血液型なのかなと思うけども、うん、あ、でもカメちゃんもこだわるよね、いろいろ作るものね。そうなのかもしれない、そしたら。はい、というところで今日の絵本はみさちゃんの絵本3年と2ヶ月の命でした。はい、それでは今日は、あ、今日の予定は、春の支援センターが午後からございます。そう、昨日、あ、また長くなるけど、昨日でね、ようやくあの決算書類、 NPO のいろいろ書類をね、提出しなきゃいけないんですけど、その第一期分の提出がどうにか終わりましてね、よかった、ほんと一息という感じで、今度はね、あのイベントの告知準備なんかもね、投稿でちょっとずつ出していこうと思うんで、その辺もまとめて出せるようにね、準備していこうと思ってます、ね、皆さんイベントの方もぜひね、お申し込みとかイラストコンテストご参加とか、はい、ぜひご検討ください。はい、それでは今日はこの辺りで終わりにします。見ていただいてありがとうございました。はるくんも行っちゃった。はるくんも行きました。はやとくんも行きました。私はじゃあ仕事をします。皆さんも頑張って。それじゃあ、バイバーイ。